西庵のボンボンチャンネル。はい、こんばんは。西庵ボンボン、西庵ボンボンチャンネルの西庵です。はい、今日のゲストは鍋ゆかりさんです。格闘家でいいですかね。はい。格闘家です。よろしくお願いします。まあちょっとこの間ね、一緒に石毛ちゃんのとこの道場でね練習させてもらって、いやもう怖いね、もう怖いの一言だったね。あれはね、楽しくやってた。え？いやいやいや、え？だってなんかすぐ締め落とそうとしてくるじゃんみんなね。いや、怖い世界だなって思います。やりましょう、またやります、やります。この間もう、この間キックをやってきたのかな。キックやったんですけどね。なんか最近石毛ちゃんはどうやら僕を追い込むことが楽しくなってきたみたいでキック何発蹴って、そしたらタックル行くから耐えてくださいねみたいなの練習になってきた最近。だからパンチのもう、まあ、ラグビーにはいいんですけどね、めちゃくちゃ疲れるね。まあ、生き生きしてますもんね、一緒にやってる石毛さん。そう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 、嬉しそうにね。もうほんと、この間ギロチンチョークもね、やられて、怖いですけどね。まあいいですわ、そんなことは。はい。ということで、今日は、まあ、鍋ちゃんにインタビューしていくんですけど、まあ、鍋ちゃんと僕のね、まず出会いからですね。出会いは、たまたま、知人の、なんていうんですかね、あれ、ホームパーティー？ホームパーティー？肉会？肉会？うん。まあ、なんかホームパーティーに呼ばれて、行って、あの時多分鍋ちゃんだけだよ、女子ね。いた？女の人。そうですね。ね。西庵さんと全然あの時喋ってない。ですね、うん、最後はパッて見たら肉食ってる姿だったけどね。はい、肉食べて帰りましたね。よう食うなこの子みたいな感じで見てたよね。そう、食べたいですね。そう、確かにあんまりその時、まあ、ちょっと毎朝ぐらいでたまたまね、はい、でその後ディープのジュエルっていうんですか、あれ。あ、ジュエルスですね。ジュエルスっていうんですか、うん、に、はい、鍋ちゃんが出てる日に、たまたま僕の後輩が、そのディープの男子の方で出てて、長倉達直君が出てて、うん、で、彼の入場を僕が手伝ってるんですよね。ああ、私見てましたよ、会場で。あ、本当ですか。あれ、ハカやってたの、真ん中で最初に叫んで入ってくるの僕ですけどね。ああ、そうだったんですか。そうそうそう。それはいや、そうなんです、そうです。まあ、そういう、で、ちょっと、鍋ちゃん出てるじゃんって言って、Facebook かなんかで連絡して、で、でもその時も会えず、うん、で、この間、鍋ちゃんはなんか引っ越しするって言って、で、僕はたまたまこうね、ちょうどパキラが欲しい熱がこう、ギュンって上がってる時に、こう、なべちゃんがパキラの写真を、引っ越しの荷物の隅っこに、いいな、パキラって言ったら、あげますよ、みたいな話から。うちの子。そうそうそう。だいぶね、多分、うちに馴染んできたのかな。なんか最初来た時、なんかちょっと元気ない葉っぱとか俺がちょくちょく切ってたのね。なんか、剪定した方がいいみたいな書いてあったから。そしたら一時期丸坊主みたいになっちゃって。やばい、アキラ枯れたかもとか言ってたら、最近結構がっつりがっつり入ってきましたよ。生き生きしてます。なんかね、まんま生き生きしてないから、もうあれなのかな、なんかそのよく言うじゃん、場所があったり合わなかったりみたいなってあるって、植物って。だから合わないのかなと思って、引っ越そうかな、ここが。そこから引っ越そうかなみたいな。ただまあそれは冗談で、そっからまあまあコロナの期間っていうこともあって、でもなんかちょっとトレーニングして、まあズームで一回一緒に、石毛ちゃんとかと飲んでる時に、なべちゃん暇だったらおいでよみたいなんで、ズーム飲みみたいにして、
で、この間石木ちゃんのところ一緒にトレーニング行ってね。ですね。で、今回ゲストに至るっていうね。はい、ありがとうございます。だから、もう、ありがとうございます。まあ、でもあのホームパーティー自体も謎だったし、あれちなみに誰に呼ばれてきたの？あれは、菊池さんです。柔道つながりで。菊丸？あ、そうですね。はい、菊丸はじゃあもともと知り合いなんだ。なんか、前、柔道の練習をしてたところで、知り合いも。へ、う、ぇ、ん。菊丸ね。そうそうそう、そう。菊ちゃん、まあ、俺もあの時菊丸に呼ばれたんだよね。菊丸が。あ、そうなの？そうそう、西山を来てくださいよ、みたいなって言って。で、ちょうどさ、宮本さんって方とたまたま一緒になったんでしょ、あれ、エレベーターかなんかで一緒になって上がってきたみたいな。ああ、そうです、そうです。で、なんか宮本さんが来た時に、この人は女連れで来たんだなと思って見てたの、最初。でも後からなんかいろいろ話聞いてたら、まあ、たまたま下で会って、みたいな、とか言って言って。で、わかりにくいもんね、あの建物ね。合ってるのかなっていう不安。そうだよね、で、なんかそれっぽい人がいたんで、ついていきました。そうね。まあそんなこんなで、まあ、最近ちょこちょこいろんなね、格闘とかも、まあ、今でもあれなんだよね、あんまり 100% トレーニングはできないだもんね、ちょっと、ね、まあ、怪我をしてしまって、そうですね、もう怪我、まだまだ、夏ぐらいまでは、しっかり練習できないですね、まだ。大変だよね。まあ、つきものっちゃつきものだけどね。ちょっと、じゃあ、なべちゃんの、あの、はい、経歴教えてもらっていいですか？その、まあ、最初からさ、こう、よっしゃ、格闘家になるぜって、まあ、石毛もそうだけどさ、絶対格闘家になってやるぜってなった人ってさ、あんまり、まあ、最近でもいるのか。最近若い。最近メディア出てますもんね。最近若い子はそういうの出てきたか。はい。あると思う。雷神とか。ああ、テレビでやってるんで、やっぱり。で、実際、なべちゃんは、どんな子供だったの？私はもう、中学から柔道を始めたんですけど、ああ柔道ちょうど、K1 世代。アンディが、年末とかにやってるような時ですよね。で、もうみんながジャニーズキャーキャー言ってる時に、私はもうアンディフグがすごい好きで。かかと落とし。かかと落とし。なんで、もそれで格闘技をよく見てたっていうのもあって、で、一時期そこから、まあ、格闘技熱は冷めたんですけど、大学まで柔道をやって、たまたま同じ大学の先輩が、格闘家になっている人が、女子でして。女子でですね。誘われて試合を見に行ったら、もうすっごいかっこよかったんですよ。なんかもう柔道と違って、その一人のためにこう舞台にライトとかが立ってて、すごいと思って、まあ、それもそこ一回終わっちゃったんですけど、で、まあ、社会人になって、柔道をする練習場所を探してたら、やっぱり、全然ないんですよ、柔道練習でできる場所って。で、そこで、同じ大学の先輩の格闘家の人に紹介してもらったのが、柔術ができる、ジムがあるっていうことで、柔道できないんだったら武術やればいいっていうことで、ここで一般会員として格闘技ジムに入りました。で、それいくつの時？その時26とかですね。へぇー。本当に格闘家になるつもりはなくて、柔道の代わりに柔術をやりに、格闘技ジムに行ったんですけど、そして、ずっと柔術やってて、1年ぐらい経った時ですかね。なんか、同じジムから女の子の格闘家がデビューするっていうことで、
練習相手になったらどうだっていうことで、うん、私も打撃を始めたのが格闘、総合格闘技始めたきっかけですね。じゃあもともと全然選手になるつもりもなく、いや、なかったですね。全然で、まあ、たまたまそういう、あ、じゃあちょっと相手になってよぐらいの感じのきっかけから。そうですね、そこからまた打撃始めてっていう感じです。ちなみにさ、中高、大学まで